江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら麻生さんの話なんですけども、麻生ユン会談の一部判明し、芸国民大喜びという話題でございます。こちらね、ベスト10ぐらいに入るぐらい芸国さんでは注目されている話題でございます。はい、それではこれ日本でも報道されたんでご存知の方も多いのかなと思いますけれども、記事の方まず行ってみたいと思います。くーちゃんお願いします。日本の自民党の麻生太郎副総裁が最近ユン・ソクヨル大統領との会談で、政権が変わった後獄中生活を送る渓谷大統領の受難死を取り上げ、警日関係の問題を指摘したという。互いに報復するほど政功が急変する政権交代によって、警日関係も不安に陥りやすいということだ。12日、日本の共同通信などによると、麻生副総裁は、同日開かれた警日協力委員会国会議員懇談会で、昨年と今年の2度会ったユン大統領に、政権交代によって、警日関係が揺るがないよう要請してと明らかにした。協力委会長を務めている同氏は、昨年11月と今年5月に訪韓し、ユン大統領と面談したことがある。麻生副総裁は特に当時の面談で、渓谷の歴代大統領たちは普通5年の任期を終えれば殺害されたり逮捕されるのかとし、このような状況で隣国としてどうやって付き合うことができるのかと反問したという。外交政策が急反転するのはもちろん、前政権に対する捜査まで一度や二度ではない渓谷の特性を指摘したものと解釈される。ただ、直接的な彼の発言について、相手国大統領に対する礼儀を外れてという指摘も出ている。これに先立ち、渓谷の対日外交は、ムン・ジェイン政府からユン政府につながる期間、急変する姿を見せてきた。文政権当時には、日本の半導体関連輸出規制措置に対抗して、渓日軍事情報保護協定、GSOMIA を中断させるなど、強硬な姿を見せてきた反面、ユン政権は、日本による植民地時代強制動員、徴用被害者に対する第三者返済案を出し、福島第一原子力発電所汚染水の海洋放流を事実上黙認するなど、融和的な路線を見せている。急激な対日外交転換は、両国国民の情緒にも影響を及ぼしている。前日、渓谷の東アジア研究院 EAI と日本の言論 NPO が発表した第11回渓日国民相互認識調査の結果を見ると、渓谷に好感を持つ日本人は11年ぶりに最高水準に増えたが、日本に好感を示した渓谷人は減少傾向を示した。渓谷政府の渓日関係改善に対する態度を肯定的に評価した渓谷人は 21.7% に止まった。日本による植民地時代強制動員、徴用や汚染水問題などに対する国民世論を調べるより、急激な関係改善を優先した政府の態度が影響を及ぼしたものと解釈される。ただ、日本政府と自民党は、渓日関係改善に意欲を示すユン大統領の任期中、このような動きを最大限拡大するために力を入れる見通しだ。NHK によると、渓日議員連盟の武田良太幹事長は、近くユン大統領と面談を調整しているという。武雄幹事長の渓谷訪問は、1998年、21世紀新しい渓日パートナーシップ共同宣言、キム・デジュン・大渕恵三共同宣言、25周年を迎えたことによるもので、両国関係改善の動きを、議員外交や民間交流を通じて後押しするという趣旨と分析される。はい、今日握手してましたね。武田さんと、ユン大統領は。というね、記事でございました。こちらに対して、渓谷の反応を見ていきたいと思います。はい、それではね、1人目こちら。当然ユン・ソクヨルは任期前に弾劾勧告行き、数えきれないほど多くの犯罪調査を受けなければならない。1475135、ユンさん日本に行け、国家に役に立たない迷惑の塊だ。56222、ユンは地形になるだろうね。23938、日本の政党のただの副総裁が相手国の大統領の面前で殺害、逮捕、拘束のような暴言を吐いても何も言えない辰山、大統領室は骨の髄まで親日なのか、それとも副総裁の言う通りだと認めるのか、恥ずかしい。78、だって言う通りでしょ、反論してみろよ、言う通りじゃん、うん、どうしてわかったの。即夜も20年の刑を受けようと着実に罪を積み上げている。それともう一つ、今度は大統領夫人も一緒に行く。66、3、
誰もがそうではありませんが、ユンの場合は 200% 確実です。あまりにも非常識なことをしすぎて、ネロナムブル、ダブスタ、二枚舌の典型だからです。62、大統領が重要なのではなく、国民の心が重要なのだ。国民の心を得ることができず、大統領が勝手にすれば、当然変えるだろう。政策が変わるのが嫌なら、君たちも警告国民の気に入るように行動しなさい。49、1、そんな話を聞いても、ユンはクスクス笑っていたのだろう。麻生は、悪口を言っているのか、褒めているのかわからない。早く話が終わってから、いっぱいやる考えしかない人間だ。25、2、隣国の人も、正確に知っているね。任期が終わったら、刑務所に行くことを。たまに地形もありますよ。即夜は、どんな罪名で行くか知りたいね。一つや二つではないと思うけど。21、今からでも大統領が退き、日本に亡命すれば、一家の拘束は免れるかもしれないね。11、他のことはわからないけど、ソクリュルとジュリーとその義母は絶対拘束だよ。おそらく、世界で初めて夫婦同伴入所だと思う。70、はい、というね、意見でした。まあ、喜んでるというよりはしゃいでるって感じだな。じゃあですね、こちらチャットの反応いきたいと思います。はい、じゃあね、上の方からいきますかね。断交するって言ってくれたの。どうせ引退するんでしょ、麻生のおっちゃん。退任後の大統領はよく投獄されるよねって、わら。閣下のことだ、持ち上げて落とすくらいやるだろ。麻生さんも今から次のことを牽制してるんだろうな。ポイントは会談の一部ってことかな、全部ではないことが重要なんじゃ。いやいや、約束を守れという約束を破るからあいつら。麻生太郎、事実を言っただけだ、何か問題でも。自民党は次与党かどうか怪しいから気にすんなよ、わら。無礼ばかりな警告人が何を言う、ブーメランが突き刺さっとるぞ。反日なのか親日なのかよくわからん記事だな。即夜、麻生閣下、ムンのやつをぶち込むから許してくださいにだ。麻生太郎、お前らを喜び痩せるためにしてない、アメリカのためにだから。次の総選挙でひっくり返るから無駄無駄無駄。なんでそんなにケイと仲良くしようとするんだ。いつ見てもよくわからん。改善したいと、まずは土下座から始めとけ。これって次の選挙が絡んでるような気がする。自民党ボロボロだからな。日本に議席を持った右派政党が存在しないのが本当に辛い。麻生ですらこのざま。そうね。2回もね、ユン大統領に会ってね。あれでしょ、岸田さんの差し金って指示で言ったんでしょ。警告では日本に頭下げたら降伏したことになるんだっけ。はお前ら程度の国の総理大臣より麻生さんの方が圧倒的に上の立場だが、国民の心は常に反の日ってことでいいんですか。ムンちゃんがどこまで回避できるのか見物だわな。政府同士が利害関係でお付き合いするのは百歩いやいや譲るけど、民間交流だけは断る。でもムンちゃんはいい加減しょっぴいた方がいいと思うますがね、わら。ムンムンはマジでどうにかしないとだな。21協会解散命令出したり、自民党どっちなんだろう。さあ、差し金、そうだよね。っていうかね、まあ個人的に、私的にはね、いや今言うなよって話だよね。帰ってきてすぐ言えよって話だよね。まあでも言っちゃいけない、こうね、国と国との話だから言っちゃいけないってのあるかもしれないけど、何今更言ってんのっていう。私は麻生さんに対してはね、もうあんまりこう、全力で応援するっていう感じではないんですけれども。でもこれ言ったからって、これ単なる事実だから、別に警告政府をどうこう言ってるわけではないんだよね。どうこう言ってるっていうか、批判してるわけではないんですよ。事実をただ淡々と述べてるだけでしょ。で、じゃあこれに対してユンはどう思ったのかっていうのが知りたいよね。どういうふうに受け答えしたのかが知りたい。ああ、いや、そういうことはもうしませんって言ったのか、それともただニヤニヤして、下向いてたのか、わからないですけど。まあ、これだけじゃちょっとな、でももうちょっと早く行ってほしかったなっていう気はする。はい、まあね、まあ、麻生さんに関しては、まあ、いろんな見方があると思いますんでね。もちろん私は麻生さんを応援してるよと。ね、我々の期待だという方もね、
いらっしゃると思いますけれども、はい、じゃあですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。